日活創立100周年日本映画最高の伝説が今最新のデジタルリマスター技術で鮮やかによみがえる。天才川島雄三の渾身の傑作、豪華キャストが結集したエンターテインメント超大作。幕末太陽伝。この映画が誕生しました昭和32年品川。これはさらに95年を遡る文久2年品川遊郭での波乱万丈の物語。この俺が懐に一文も持ってねえってんだから面白いじゃねえか。その居残りの左平次と申しますんで。腰抜けバッグに水をぶっかけんだ。一面200文字に負けてきやしょ。おや、あっちお前だけが頼りなんだから。お前だけが頼りなんだから。お父っつぁん。あっちは女郎でござんすよ。だましますよって看板かけてこの商売してんじゃないか。いっそのこと信者でもしようかしら。誰かいないのかね。連れてっちゃってもよさそうに。金庫なら構えやしないよ。あの子だっていい着物を着て幸せになって。あたい、お女郎に出されるんです。めざめざしなさんな。バカ者。どうせ旦那方、百姓町人から絞り上げたお上の金で、やれ上位の勤労のと騒ぎ待ってらそれで済むだろうが、こっちとら町人はそうはいかねえんだい。何？てめえ一人の才覚で終わったりするからにゃ。首が飛んでも動いてみせなさ。生きる力にあふれた日本映画の至宝が、半世紀の時を超えてよみがえる。地獄も極楽もあるもんけ。俺まだまだ生きるんで。幕末太陽伝。